はい、皆さんこんにちは、赤山修です。こんにちは、直子です。今日はね、直子さんね、はい、なんかキヤノンのレンズがニコンに、なんかつくっていう、うんうん、すごいね、本当できる、うん、でそれでね、ね、うん、あのそういうマウントアダプターをね、うん、ね、某あの、ね、うん、有名建築写真家さんのね、うん、ね、もう友人になっていただいてるね、はい、あの方にプレゼントしていただいて、はい、ありがとうございます、ね、これで赤山さん、ね、ニコンとキヤノンが結婚できるじゃんかそれね、どういう意味かちょっとよく分かりかねるんですが、はい、でそれでですね、今ね、直子さんが長年使っていたですね、はい、ね、EF レンズの24-105が左側にありますよね、はい、そうなの、これもうね、使う、すごい使ったからね、うん、なんか黒光りしてるもの。あ、これがじゃあ何、あの別の動画で直子さんが おっしゃってた、うん、あの何、写真館の仕事とかにも使ってたの。もうめちゃくちゃ使った24-105、うん、でこれね、24-105ってね、僕もね、実はね、ニコンにもあったわ、あったよ、24-120、んそう、あの24-120あって、でだけど もともとキヤノンさんが24-105ってあったじゃん、うん、でこれ羨ましかったの、うん、で僕は当時24-70とかしか使ってなくて、うんうん、ね、しかもね、写りがそこそこ良かったからね、うんうん、そこそこって言っちゃった。今の RF レンズとかと比べちゃうとね、今の最新のレンズと比べるとちょっと微妙なところがあったかもしれない、うん、でもすごい便利だったこれ、うん、これでほぼいけたね、うん、だってさ、このね、僕の思い出で言うとだよ、僕は使ったことないんだけど、僕の周りの広告写真家の皆さん、島根県の松江市の、うん、だいたいキヤノンユーザーが多くて、うん、あのね、 EOS5D にね、絶対これついてるの、うん、ついてるね、これ、うん、全員持ってたらっていうぐらい持ってたね、うん、でそれでね、結構ね、まあ EOS1 使ってる人もサブ機にさ、うん、あの EOS5D 使っててこれを使ってたしね、うんうんうん、だいたい商業写真家のね、皆さんもこれ使ってたね。24-70もすごく良かったんだけども、うん、24-105の105がね、便利で、うんうんうん、学校写真系はこっちを使ってた、ね、うん、24-70は、うんうん、でそれがそれがなんと絶対ニコンのカメラについてしまうということで、うん、でね、今回ちょっとまあ実はね、動画を撮ろうと思ったんだけど、うん、このね、何これ、アルトソンというのかな、こういったちょっと皆さん 見てください、はい、これね、こういうブランドで、うん、それでこんな、なんかちょっとここにさ、うん、マウントアダプター CEF キヤノン EF ってことだね、うんうん、から NZ、うん、ニコン Z マウントってことね、うん、にあの使えるものね、はい、でここの辺はこれ取り付けの着脱ボタン、着脱すれば、うん、あなた手が濡れてる、はい、これで、あとこれね、うん、じゃあマウントの中を見せてあげて、ただの筒抜けでこう端子がついてるだけの単純な作りで、うん、であとなんか直子さんこれね、一回バージョンアップしたんですよそうなの、あの、そうなの、これね、実はね、うちに来た時は早速つけてみたんだけども、うんともすんとも言わなくて、カメラがシャッター降りなかったんですよ。そうそうそう、あの EVF は見えてるんだけれども、もう全く押せない状態、うん、で、あの、なんだっけ、なんか友達がね、言ってくれたんだよね。そう、そしたらそれをね、あの、つけたけど使えなかったよってことを SNS でつぶえたのね、うんうん、でそしたらなんか、あ、それはあのファームウェアが最新になってないんじゃないかっていうことを、うんうん、このファームウェアです。そう、このそう、このマウントアダプター、そうそうそう、でそれでね、これどっか、ほら、直子さんがアップデートしたんだけど、 USB の端子どこにあったの。ここです。あ、ここの内側についてるの、なんと、うん、見えるかな、ここ、ちょっと外がだんだん暗くなってきちゃった、うんうん、ここの先っちょに USB の、ね、端子があって、これをパソコンから直接つなぐと、この人を認識するの で、うんうんうん、で新しいファームウェアをインターネットでダウンロードして、はい、この子のフォルダーに掘り込むだけなの、はい、簡単に。でそれでアップデートしました。しました。で今これ最新になってます。でちょっと早速つけてみたいと思います。こっちか、こっち、ここの赤ポッチ、うん、を合わせて、指標を合わせて回して、はい、カチ、はい、で Z 君に、はい、で、はい、じゃあ Z にこの合わせる、ここね、白、うん、白と白を合わせる、はい、でそれで、はい、おお、すごい、お、これちゃんと、お、 AF が動いてる音がしますね。シャッター降りる、はい、降りる、これをね、
え？カードがないの？あれ？ピントが合わないと。なんか喉が詰まったの？大丈夫？あ、来た。ピント、やっぱある程度さ、ピント合わせてあげないと。はい。あれ？ちょっと、あ、切れる。OK。大丈夫だね。問題。あれ大丈夫？どうしようと。喉がちょっとおかしいです。なんか変な声になっちゃったね。はい。はい、大丈夫ですよ。はい。ちょっとこう喉にイガイガが、あの、はい、大丈夫です。はいはいはい、はい、OK です。昼間のグリーンカレーが。グリーンカレーがちょっと、はい、大丈夫ですよ。刺激が強かったのかな。はい、ちょっといいですね。ま、問題なく。疲れますね、はい、さっきあの私が押してね、あのシャッター切れなかったのはピントが合ってないと。シャッター切れない。そうそう、何もない空とか、なんつうの、白い壁とかだとさすがにちょっと合いにくいので、ある程度コントラストがある場所に、うん、うん、問題ないです。はい、これでも Z には写りのいいレンズがいっぱいあるのに、これをつける意味がある。あ、いえ、それはそれはちょっとそれはなんかあれよ、あ、誤解を招くよ。あ、悪口か。それはそれはダメ、そういう、あ、そうか、そういうね、あそこ見ちゃいけない。そうだから、あの、これはね、あの、そうだね、遊びだから。いやそれはね、それはね、理由になってないよ。いや、だからあの、ね、今の最新のレンズをね使えばいいんだけど、でも持っているレンズがいろいろ使えるから面白い。そうだよ、これ2400/105じゃなくてさ、例えばなんかもうちょっとマニアックなレンズ、あ、私持ってるよ、ほら、うん、ツアイスのやつとか。あれどこやったっけ、こんなか。そうだね、あ、ちょっと出してみようか。はいはいはい、ちょっと場所変わってもらっていい。はいはい。でもこれ皆さんね、あのね、キャノンのレンズがね、ニコンについていて、なんかこう、って感じですよね。このね、この赤いラインがキャノンのね、ステータスじゃないですか。これがついてるってのはこう、なんか、僕としては、なんか、水タオルみたいじゃない？いやいや、それはちょっと、あ、違うか。うん。まあでも、なんかね、あ、キャノンの赤ラインってかっこいいなって。仲良くなった感じがするね。うん、なんかね、こう、すごくね、仲良しになってもらえたな、みたいな感じです、ね。これ2本は蓋だけ。で、うん、こんなのがあるんですよ。あ、これは何？これは今ね、僕、あえて演技で聞いてるわけじゃないよ。これ何？よくわかんないんだけど持ってんの。これチャイスのレンズな。はい、50です。うん、でチャイスのレンズを EF の、変換アダプターつけてんの。ローライマウントなんですよ。うんうんうん。元々ローライマウント。うん、ローライマウントを EF マウントにする変、これどうやって飛んだっけな。変換アダプター、あ、こうやって飛んだ。ハードアダプターがついてるの。こう、うんうん、こんな感じ。あ、外れた。うん。これローライマウントで、これがローライからイオス。ちょっと見せてあげて。これ。見てる？そうそう、はい、見えてる。ローライ、こっちがローライで、こっちがイオスになってます。はい。はい。で、ただくっつけるためだけのマニュアルフォーカス。あ、じゃあこれ機械的なものね。うん、全然電気接点もない。まあもちろんレンズが電気接点がないから。カチッ。カチッ、うん、はい、で止まりました。で、これでローライマウントが EF マウントになりました。はい、ね、こういうレンズで遊ぶときにいいかもね、うん、お手持ちの、うん、まあ電気接点はね、あの、マニュアルになる、意味がなくなるけれども、果たして動くかな。ちょっと待って、これを動くんじゃない。そういえば試してなかったね、うん、はい。で、これをこう、はい、うん、おー、どうよ、シャッター降りるかしら。あ、じゃあ切れますよ。はい、切れます。はい、切りますよ。はい、これでね、今ね、はい、これ、あのね、マニュアルフォーカスのピーキングがね、使えるようにしてるんで、すごく使いやすいですね。はい。はい。これはこれでまたね、うん、そうだね、キャノンにしかないレンズをつけるときいいかもしれない、うん。そう、ただね、この皆さんね、うちにはね、今の現時点ではこの24105しかないので、うん、72F もあるよ、まだ。あ、そうか、72F もあるか、EF で。あと、広角もあるよ。あ、EF の？ああ、ごめん、あれ RF だったでしょ、うんうん、ね、だから EF のレンズはこれしかないので、これしか試せませんけど。そうだった。あの、うん、ちょっと僕ね、気になったのはね、ツイッターで、うん、あの、阿弥陀那三平師匠がね、うんうん、あの、赤山さんこれ面白いねって言ってくれたの、うんうん、これツイッターで紹介したら、うんうんうん、そしたらね、阿弥陀那三平師匠はね、うん、大体さ、もうちょっと前に、あの建築撮影というかね、うん、あの、もう本当に内装の素材を作ってるメーカーの方だから、はいはい、ね、建築撮影していて、うん、キャノンさんにある11ミリから、
のズームレンズがあるのよ。はいはいはい、ね、それを使ってみたいって。なるほどね。ちょっと今ごめんなさい、今11からね何ミリだったかちょっとズームがあのはっきりは覚えてないけど、11ミリから24ミリかなんかその辺の、うん、とにかく超広角のニコンにはない11ミリという、うんうん、そうだね、11始まるがニコンにはそういえばキャノンさんにあるんですよ、うん、でそれをね使ってみたいって言ってた。11-24かな、それが動けばいいのになって言ってたね。あーこれね、そうだね、はい、ちょっとこれねあのちょっとわからないんですけどね、あのもしも使えたら、うん、あのニコンのカメラに11ミリ、そうね、オートフォーカスがまあちょっとどの程度かわからないから、ま、建築とかだったらマニュアルでいいからさ、うん、そっちの方が安心じゃない、うん、ただ全然問題ないもんな、いいかもね。そうそう、あとはまあケラレが出るかどうかぐらいね。うーん、そっか、そのぐらいはちょっと心配しないといけないけど、でもまあケラレが出なければ使えますよね、うん、ああなるほど、面白い。そうだから三平師匠はね11ミリからのズームレンズが使ってみたいなって言ってましたね。うーん、でこれ本当面白いです。今回面白いよね、この絶対つかないと思ってた。そうキャノンのねつけようっていう発想もなかったね。あの、まあ、ニコンは Z ですけどね、もちろん F マウントはフランジバックが長いのもう使え、ね、つけれないかな。うんうん、であと電気接点がもうどうしても非連動なんで、うんうん、あということでちょっと待って、これねちょっと待って、皆さんにねせっかく今動画をね撮ってね、うん、説明させてもらうのにね、うん、絞りとかちゃんと動くかどうかもうちょっと直子さんやってみて。えやってみて、いいよやって、絞りがちょっと待って、あしっかり動きますわ。あそう、はいはい、もう絞りが、あらいいね、じゃあねちょっと待って、はい、中もちゃんと絞ってるでしょ。へえ。ちゃんとほら、明るさ暗くなってる。なってる。ね。うん。ああ、ちゃんと絞りも連動するようですよ。ね、もちろんそれはね、マウントアダプターの、ね、メーカーさんに言わせると、そんなのは当たり前だっておっしゃるかもしれないけど、一応ね、あの、実際手に持って試してみないとわからないんで、はい、ああ、ね、これすごいわ。うん、確かに、11-24と多いな。なるほどね。ねえ。だからなんかやっぱりね、あのニコンにないレンズもね、うん、結構キャノンさんいっぱいあるしね、うん、なこういったものがねあるっていうのはね、もちろん、ね、あのメーカーさんはね非公認かもしれませんが、うん、ね、あのこういったものがあるというのは面白いですよね。面白いね、よかった動いて。はい、これですねプレゼントいただきましたね、うん、あの T あのカメラマンさん本当にありがとうございます。ありがとうございます。これね、あ本当あれですよ T さん、あの最初ね、あの見てる、もしも見ていただいちゃったら、うん、あのねこれをねあのつけた時動かなくてね、うん、がっかりしたのね。そう、いややっぱりこうね最新のね例えば Z9 とかにはね合わないのかなと思ってたら、実際ここのマウントアダプターのファームアップで、ね、素晴らしい、面白いね、動きました。はい、じゃあちょっとこうね皆さんこれでご覧くださいね、こういう感じですよ、ね、マウントアダプターをつけて、うんね、で裏面から見てください、ね、こんな感じでね、こう、はい、でそれでちょっともう一回ねマウントをお見せしますね。これのじゃあ EF のね2405をね外しますよ、うん、はい、はい、で、ね、この中身をねこういう風な感じで電気接点がねしっかりとねあってつながるということですね。うんうん、まあ、しかしあのでもよく作ったねこれね、うん、あの Z のねカメラのいいところってのはね、うん、あのまあ確かね、うん、業界内でね一番短いショートフランジバックなんでね、でそうすると、うん、マウントアダプターさえあれば、うん、世の中にあるいろんなレンズがねあの結構楽しめるカメラになっていて、うんね、だから今回、まあ、あのこれねあの、まあ、例題としてね Z8 についたよってことをお見せしましたけどね、うん、あの Z6 シリーズとかね、うん、あのすごくディメンション車でねすごくあのオールドレンズとかにも適してるというふうにね、うんうんうん、最近僕の仲間たちがほら言ってるじゃないですか。そう ね、やっぱりそういったところで Z6 の1型などもねオールドレンズなどを楽しむカメラとしては最適だと思うんで、うんね、だからやっぱり Z シリーズはですねあの世界各地で発売されているですね あの、うん、あらゆるレンズを、うん、Z7 もそう Z7 もそう、そう今 Z7 がニコンダイレクトでめっちゃ安いの、うん、あそうなのね、
大幅値下げですっごい、うんうん、あのね他のお店より10万円ぐらい安かったよ、うんうん、あそうなの、皆さん買いです、これは多分すぐなくなると思います、在庫がね、 Z7 ね、はい、うん、めっちゃ安かった、ニコンダイレクトをね皆さんちょっとあの買い込みで、うん、あの確認してください、びっくりした、10万円ぐらい安かったよ、うん、他の、うん、それでね、で僕ねあの赤山衆チャンネルでもね、うん、あの Z9 の積層型シモセンサーがいいよいいよって前言ってるのあれは本音ですから、うん、でもあくまでも本音なんだけどね、前提としてうん、仕事上そう仕事を抜きしたらこっちの方がいい、あこっちじゃ Z6 が今ね今手元にないけど、うんうん、の方がいい、いい説もあるからね、そうそうそう好み、そうだから好みだから ね新しければいいってわけじゃないから、そう Z6 がねどこかな、うん、しまっちゃった、うんちょっとしまってしまったみたいです、どこ行っちゃった、あここにあったよ、あった、うん、はい、Z6 ね、うん、これねやっぱりあの直子さんも言ってたけど小型じゃないですか、うん、でそれ小型でレンズがね、うんまあ、オールドレンズマウントアダプターを返して、ねうん、ちょっとごめんなさい、これねごめんなさい、こういう風にやってるとねあの汚れますからね、しっかりとあなたの椿が、うん、そうそう、これをねマウントアダプターをねつけていたとしてもボディキャップはきちんとつけましょうということでね、はい、でやっぱりねこの Z6 シリーズはね、この Z マウントがねちょっと今開けますよ、あえて開けますよ、ね、この Z マウント大きいでしょ、大きいから、ね、大口径だしこのフランジバックが短いというところで、うん、あらゆるレンズがねだってオールドレンズとかバランスがいいものね、うんうん、このカメラボディとの、そうそうそう、だってこのちっちゃい子をさ Z9 につけるよりこれやっぱりバランスいいよね、そうそうオールドレンズはね、うん、はい、それでね、まあ、今せっかくだからねマウントアダプターの話をね、うん、もうちょっとだけさせてくださいね、うん、でこれはねあの、はい、カールツアイスのオータスなんですけどね、わお、でオータスに、ね、F マウントから、うんうん、これそこ見えてるかな、大丈夫、そう F マウントから Z マウントにね、うん、あの変換するアダプターをつけてます、でこれはちょっともう分かりやすいようにもうフードをねなしにしますよ、うん、でそれでこれをですね、でこれはもう機械的な連動だけで電気連動、オータスこれすごく、わーすごいずっしりしてるねこれ、うん、で僕ねカールツアイスの、ね、あれすごいねガラスの塊って感じ、そうそう、でこれね共同もすごいね、しっかりごめんね下げて、うんうん、これすごいなね、これすごいね、そうで高いんでしょ、お高いんでしょこれ、うん、これは高いんですよこれはねあのうん十万ですよ、そりゃうん十万、うん十万でもさ20万でもうん十万だけど80万でもうん十万だけどでこれね、うん、これはですね最小絞りにしていてもね、うん、このリングで持って絞りがね動かせるんですよね、このマウントアダプターは、うーん、だからまあ一応これはですね絞りリング連動してるの、あのまあだからこれはあのちょっとこれ私意味があの話が長くなるよ、ねこれねどういうこと、これちょっとね上から皆さんに見えるようにだけど、ね、これね、うんうん、絞りがね、うん、開いたりほら絞ったり、うんはいはい、この絞りリングで持って開けたり絞ったりできるんですよ、はい、でこれで今は一番最小絞りになっているのが、うん、ここのレバー、うん、あ待って待って、ここのつまみレバーが、そうそうそう、で これをだから最小絞りにしていてですよ、はい、最小絞りにしているという前提でここのレバーで持って開け閉めができるんですよ、はい、うん、なるほどね、これが連動してる、なるほどね、そうだから最小絞りにしてないと そこまでしか絞らないから、はい、だから一応最小絞りにするってのは最小絞りにしたいという前提の中でまず最小絞りにしといて、うん、すぐつけるの？このマウントアダプターでこれを回すとそのレバーですごいね絞りが動くんですよ、あなるほど、ね、だから、うん、ちょっとこれね今引き合いに出すのちょっと今ねもうあの時間がないのであんまりしませんけど、そうだね、もう会社さんに行かないといけないあのこれのね、ね絞りリングがないタイプのね、はい、G タイプというニコンのレンズがあって、うん、その G タイプの場合には常に最小絞りに絞られてるの、うん、だから開けることはできないのよ、うん、マウントアダプターつけても、うん、でところがこのマウントアダプターは、うん、ここの絞り連動レバーを微調整ができることによって、はいね、絞りを開けて使うことができる、うん、すごいねこれレンズがすごいの、いやこれはだからこのマウントアダプターすごいな、このマウントアダプターがあの最小絞りに絞ってあるニコール F マウントレンズを、他のレンズもここちょめちょめついてんの、ここの、あついてるよ、もう F マウントレンズは全部ついてる、あそうなんだ、あの E レンズというね電気連動のみのものにはないよ、でもほとんどのニコールレンズにはついてます、でだからこれがそういうね機械連動で絞りが調節できるアダプターもサードパーティーが出してます、
あ、そう、そう、面白いね。でそれ僕はですね、普段はオータスは FTZ マウンターアダプター使ってます、このオータスのさ、このピントリングの感触すごくいいね。そうそうそう、これでね、これピントが、ピントの山をさ見ながら撮るのすごい楽しそうだね、うん、でそれでね 1.4 での開放でのね写りがね、うん、ちょっとねいい悪いの問題じゃないから、またちょっとこれ一つ動画作りたいんだけど、うん、あのねニコンのね概念と違うんですよ、うん、はー、オータスは、あー、そうか、あの、ね、ピントのね切れ味がめちゃくちゃいい、うん、でその代わりちょっと今だけかいつまんでちょっとね今後の動画を作るところもね、あの内容のヒントを言いますけどね、うんうん、ニコンのねレンズもピントはいいんだよ、うん、ピントいいんだけど、ピントが外れたところのね、うん、ね、うん、外れたところとピントがねの山のところのね、うん、そんなんかな、境界線が滑らかなのニコンは。ああ、滑らかにいくって言ってたよね。そう、でもあくまでも50の 1.2 とかでしょ。これねすごくね深掘りして、皆さん誤解もないからもうちょっと言うよ、あのオータスが悪いわけじゃないですよ、うん、オータスはねもうスカーッともうカミソリの刃のような、ね、山がピャーッと立つんですよ、うんうんうん、でだからねカメラマンがミスったら、うん、ピンボケでねかっこ悪いんですよ。ああ、からさまになっちゃうのね。そう、あのどこにもう外れたところがシャープになるから。ああ。ところがニコンの場合にはね滑らかにボケてくれるんでね、これはちょっと肉眼に近いのかな。でねごまかしが効くの。あのちょっとこれ ねニコンさんごめんなさいね、あの変な。じゃあピントの山は富士山。うん、うん、だからちょっとお山形だけど、うん、こいつはこう。こういう感じなんだ。そう、もうピントがあったとかめちゃくちゃもう立つよみたいな、もうピンシャープがシャープさが際立つよっていうのがオータス。なるほどね。でだからこれはこれでね手放せないの一本、うんうん、でそれでじゃあこれね話が長くなるわ。あのカールツァイズってねもう部分めちゃくちゃ好きで使ってたの、コシナさんが使って作ってるね、うん、でこれほとんど持ってたの、広角レンズから望遠まで。でもねいろいろねもう Z レンズがね気に入ってしまって、もう Z レンズを買うのにあたって、うん、お金がないので、うん、もうカールツァイズを1本売り2本売り3本売りってなった中に最後にこのオータスだけが残った、うん、ってぐらいにこのオータスの55の 1.4 ね、うん、これは手放せない。これ直子さんちょっと一回使ってごらん、これ、ね、あの使ってみようかな。これはねちょっと使ってほしいな。あ、そう、だからちょっとオータスとあのニコンの50の 1.2 の話をしましょう。また面白そうね。ねこれ Z8 につけたらぴったりだね。はい、 Z9 だとちょっと重たくなっちゃうから ね、 ね、なんか今日は EOS のレンズがつくという話からちょっとオータスになりましたけど、まずいまずい。いやいやでもね、だって違うよ、歯医者さんの時間がもう、そうやばいよ。はい、で、はい、まあでも今日はマウントアダプターということで、はい、ね、Z レンズにはですね各種マウントアダプターであらゆるレンズをつけて楽しむことができるよということでですね、うん、ね、今日はマウントアダプターで遊ぶですね、はい、Z の世界をですね軽く紹介させていただきました。で今回このね、EOS のレンズ EF レンズをですね Z カメラにつける、ね、はい、マウントアダプター、はい、そしてこれですね、F マウントのですね、うん、レンズを Z マウントのカメラにつけるアダプター2本の紹介でございました。はい、はい、じゃあ皆さん、じゃあ今日もありがとうございます。ちょっと歯医者さんね自転車でね11キロね走るんでね、ちょっと遅刻できないんです、はい、そう、電車賃の節約ね。そうです、今日も節約話が出ましたね。はい、はい、じゃあ皆さん、じゃあ行ってまいりますので、はい、はい、じゃあそれでは、ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございます。いいね、そう、皆さんいいねよろしくお願いします。はい、よろしかったらお願いいたします。よろしかったらお願いします。はい、じゃあ皆さん、じゃあさようなら、はい、ありがとうございました。はい、ちょっと入れました。はい。